皆さんこんにちは、山本由伸です。今回はダイエット初日、どのような1日のスケジュールを過ごしていくか。もう初日というのは本当にスタートダッシュ、ここでポイントをしっかり押さえておかないと、はい、その後のダイエットうまくいかない可能性があります、はい、逆にスタートダッシュ最初の日にうまくいくと、その後のダイエットもうまくいくと思いますので、はい、まあ、1日の流れに沿ってですね、はい、食べたことからちょっといろいろお話を聞きながら、はい、解説をしていきたいと思います。起床ですね、はい、結構ここで気になるのが、ダイエットを始めたら朝を早くした方がいいんじゃないかみたいな、頑張んなきゃいけないマインドが出る人いるんですけど、これどうなんですか？長続きしないですよね。そう、まあ、ダイエットをやろうと思った時は気合が入るんですけれども、はい、だんだん結局元通りになってしまうと、はい、で最初に無理をすると後で絶対反動が来てしまいますので、うん、普段通りの起床時間で問題はないですので、うん、まあ、無理して早く起きようとかですね、はい、早く起きて有酸素やろうとかそういうような無理をしてしまったら絶対続かない、はい、無理をしないで継続できるようなことをやっていくというようにすることが大事ですので、起床は通常通りで変えないで大丈夫です、はい、朝一何からやりますか？朝一できればですね、まあ、その人がトレーニングどれぐらいしてるかによるんですけれども、はい、最初にかなりベテランだったらもう EAを飲んでおくといいです、はい、やっぱりどうしても朝起きてすぐというのは栄養素が欠乏している状態、はい、でまあ、すぐ食事を取れればまだいいんですけれども、うん、なかなかそうもいかないと思いますので、まず栄養を飲んでしっかりと栄養補給をしておく、はい、筋肉が落ちないようにしておくということが大事です、はい、EAではなくてですね、プロテインでも実はいいですね、うん、ホエイプロテインそのものに食欲を抑えてくれる作用があります、はいはい、あとセカンドミール効果というような効果もありましてね、はい、朝プロテインを飲むと朝食だけじゃなくてお昼ご飯も減らせる、はい、食欲を抑えられるというようなメリットがありますので、筋肉重視だったら家、はい、ダイエット重視だったら朝起きた時のホエイプロテイン、うん、そうすると朝食も昼食も少し減らして満足させることができるということになりますので、まあ、EAかプロテインを朝一で飲むと非常にうまくダイエットできると思います、うん、この後の次のアクション何がいいですか？次のアクションはですね、まあ、できればプロテインとか EA を飲んだ後、はいはい、少し時間を置いて朝食ということになるんですけれども、 そうですね、その時間を置いているところで何をするかなんですけれども、はい、まあ、もし時間に余裕のある方でしたら朝風呂とてもいいです。おお、シャワーじゃなく朝の風呂なんですね。できるだけお風呂に入れればそれがとてもいいんですね。血流が良くなって体温が上がると脳への血流も増えてきます、はい、そうすると仕事、午前中の仕事もうまくいきますし、はい、目も覚めてくる、うん、あんまりゆったり半身浴、はい、ぬるめのお湯とかだと逆に眠くなっちゃうことがありますので、うん、ちょっと熱めのお湯、お湯に入る時間がなければシャワーでもいいんですけれども、はい、ちょっと熱いお湯に浸かるとか熱いシャワーを浴びるとかすると交感神経が起きてですね、はい、寝ているモードから起床モード、覚醒モードに入ることができます。じゃあ入浴終わりました。朝食ですね、朝食を食べる、まあ、作るのにもちょっと時間がかかりますし、はい、まあ、その後朝食を食べるということになるんですけれども、うん、最近時間栄養学というのがあって、はい、まあ、1日のどの時間でどういう栄養素が利用されるかということがいろいろ分かってきたんですけれども、うん、朝はタンパク質がとてもうまく利用される、朝はタンパク質を取った方が筋肉増えやすい、はい、ということは、まあ、早稲田大学とかの研究で分かってきてますね。ですので朝ごはんちゃんとタンパク質を取るようにします、うん、でタンパク質を取ると、まあ、前に何度かお話してますけど DIT というものがあって体温が上がるんですね、うん、これも熱を高めてくれて代謝を上げる、うん、そして脳の血流も良くなって午前中の仕事もうまくいくようになるということになりますので、うん、朝ごはんタンパク質をしっかりとるようにすると良いです、まあ、脂肪もですね、うん、朝の方が吸収されやすいというのが一番あるんですけれども、ね、はい、全部取るというのも大変で朝からまああんまり食べられないという人、はい、結構多いと思いますので、タンパク質をまずメインに取る、うん、でその方が今糖質と脂肪も少しずつお腹に負担のない程度で取っていきましょう、うん、まずはタンパク質重視ということです。普通社会人のサラリーマンですとおそらくこの後はもう出社になると思いますので、まず会社に着くまで行きましょうか。ダイエットですとできるだけ消費カロリーを増やすと、そうですね、いうことが大事なんですけれども、はい、ここでは有酸素運動をやるとかよりは、はい、1日のうちでできるだけ活動量を増やすということが大事ですので、うん、まあ、できるだけ、まあ、歩いたりする時間、はい、あるいはエスカレーターとか使わないで階段を使って歩いていくとか、はい、活動量を多くして会社まで行く、はい、ということが大事になります、まあ、時間があればちょっとですね、遠回りして行ったりとか、はい、あるいはまあ駅まで早歩きで行ったりとか、うん、そういうのも良いかと思います。
さあ、では会社に着きました。会社でこうサラリーマンやってるとですね、結構座ってる時間が多いとか、そのダイエットのことを考えると無駄な時間になってる印象があるんですけど、ここでなんか追加でやっとけることってありますか？そうですね、やっぱりまあ仕事、まあ、その人によってもいろいろ作業の人もいますし、はい、肉体労働の人もいると思うんですけれども、うん、できるだけ同じ姿勢でずっといないということですね、うん、やっぱりまあ体が固まってしまう、血流が滞ってしまう、はい、ということもありますので、ずっと座ってるんじゃなくて意識的にちょっと立ち上がって少しこう体を動かしてるとか、はい、そうするだけで全然変わってくると思います、はい、残業が多い人はどうしてもちょっと姿勢が悪くなってしまうことがありますので、うんうん、最近ではあのオフィスでもですね、スタンディングデスクとか、はい、まあ、なかなか自分だけそうするわけにもいかないと思うんですけどあるいはまあボールに座ったりとか、はい、そうするとまあちゃんと座骨で座れるようになったりするんですけれども、うん、まあ、そのあたりのことももし可能であればですね、座ってるとき、仕事してるときの姿勢にも注意するようにするといいと思います、はい、さあ来ました、お昼です。お弁当の人もいるでしょうし、外で食べると、そうですよね、自炊だったら結構ダイエットの食事って自分でちゃんとやってる方多いと思うんですが、外食になった場合にコンビニとかだとどういうものを選んだらいいかって言われます。そうですね、ここではローファットだけとかでも違うと思うんですけど、まあ、多くの方はけとよりもローファットでダイエットされる方多いと思いますので、はい、ちょっと油の少ないものということになるんですけれども、うん、そのような時にですね、普通のご飯だとちょっとおかずがある程度油っぽいものが結構多かったり確かにするんですね、はい、そこでおすすめしたいのがそば、コンビニのそばとか結構ですね、高くもないし、そうです、ね、最近のはかなり美味しいものもできてきてますので、そば、はい、とノンオイルのツナ缶とか、うん、そのあたりのものがかなりいいんじゃないかなと思います、はい、ノンオイルのツナ缶とご飯っていうとなかなかちょっと合わせにくいんですけれども、そば、うん、はもう単体で食べることもできますので、はいはい、あるいはもしあのパンとかがいいという方は、うん、ベーグルとかフランスパンなんかだと油が少ないということですが、はい、そういったものを選ぶ、まあ、どうしてもご飯食べたいというような方もいると思うんですけれども、まあ、ご飯に合う油の少ないおかずってなると、はい、なかなか難しいんですよね、うん、それがコンビニで買うとなると、例えばご飯とサラダチキンでなかなか合わないそうですよね、はい、まあ、ガチなボディービルダーはそういうのを食べたりすると思うんですけれども、はい、うちの社員でもいます。それがなかなかないと思いますので、お蕎麦を糖質として、うん、お勧めしたいということですね、はい、いろんな研究もありますけれども、例えば蕎麦に含まれるタンパク質アルギンが多い、はい、ということで、まあ、マウスの実験なんですけれども、蕎麦で育てたマウスは筋肉増えたみたいなのもありますのでね、うん、例えばご飯よりもできるだけそのような蕎麦を選ぶようにするといいかと思います、はい、白いご飯でどうしても何か食べたいという場合は、最近だとあの焼き鳥とかありますよね。ああ、そうですね、塩多いくらいありますね、レジの横ですね、温かいケース、はい、で、まあ、皮のないももの鶏の焼き鳥とかあると思います、はい、その辺りだったら比較的油少なくて、うん、白米に合うんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。他に何かありますかね。結構ですね、実はあのちょうどこの撮影の前日の夜に別件で僕のツイッターでアンケートを取ったところですね、まあ、朝ごはんの中身にプロテインバーがですね入ってくる人がちらほらいたんですけど、コンビニでタンパク質欲しいかっていうプロテインバーをここで入れるのはどうなのかっていう、ちょっとお昼ごはんにプロテインバーはどうでしょうね、続けられますかね。おやつにプロテインバーって分かるんですけど、はい、お昼ごはんがプロテインバーっていうのはちょっと寂しいじゃあ先生的にはなしということで思います。はい、僕なんかはあの過去にサラリーマンした時にお昼食べ終わった後ちょっと散歩に行ったりしたんですけど、散歩を食後にするっていうのはどうですか。そうですね、時間があるんだったらあの、はい、歩くのもいいと思いますけども、うん、どうなんでしょう、普通の会社員の方ってできるんですか、そういうの。あ、一昨年かな、僕が減量中に実はここの、まあ、今ちょっともう卒業された会社員なんですけども、方がですね、あの僕と一緒に階段を上り下りをしてた方がいます。多分ですね、あの一般的な話ではないですよね。多分普通の人はそういうことしないと思います。はい、普通にまあお昼はまあ友達とか普通に一緒に食べて、そのまま仕事に移るんじゃないかなと思います。できる方はちょっとウォーキングとかをしてくださいね。ということで、ちょっと遠くのコンビニまで買い出しに行くというのはありかもしれないです。確かに。はい、ありがとうございます。では、午後の時間の過ごし方、まあ、大体皆さん多分午後、夕方4時、5時、6時ぐらいまでお仕事されると思いますが、ここは注意すべきことは午前中と同じでいいですか。大体午後の仕事が終わってその後ジムに行く、そうですね、という方が多いと思いますので、はい、仕事が、まあ、終わるちょっと前あたりに栄養補給したい、うん、これが難しいんですよね。そこで今のプロテインバーとか、なるほど、いいんじゃないですかね。仕事中にプロテインバー食べるのがどうかそうですよね、まあ、会社のですね、はい、
話で、まあ、いいっていう会社もあればダメだという会社もあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、もし大丈夫だったらコーヒーとプロテインバー、あ、カフェインですね、カフェインとってプロテインも取れると、はい、コーヒーとプロテインバーを食べて、まあ、その後仕事が終わってからでも、それだと非常にいい感じでですね、トレーニングに移れると思います、はい、まあ、もしそれがダメだというような方もできるだけですね、あの昼食とジムの間に1回は何か栄養補給したい、うん、難しいとは思うんですけれども、何かプロテインを飲んだりですとか、はい、あるいは EA とかをドリンク作って飲んだりとか、はい、そのような感じで、まあ、プロテインシェーカーを例えば会社の冷蔵庫とかに入れておいて、まあ、ちょっと休憩に行って飲んだりとか、そういうことが可能ではないかと思うんですね、うん、もう昔のボディービルダーはトイレにサバ缶持ってって食べたみたいな話をよく私聞いたんですけれども、トイレがサバ缶臭いやつですね、まあ、なかなかそこまでできなくても、今だったらプロテインバーぐらい食べられるんじゃないかとか、コーヒーとプロテインバー、はい、それを午後の仕事中のどこかで一回食べて、となるとジムに行くというようにできるといいかと思います。ちょっと今気になったのが、タンパク質メインだなっていう印象があって、糖質は取らなくてもいいんですか？糖質も取りたいですけどね、うん、例えばでもバナナ仕事中にそれこそ食べるまでパソコンの前でバナナ食ったら怒りますね、まあ、プロテインバーにもいろいろありますので、はい、糖質が結構含まれてるプロテインバーとか、はい、でもいいかもしれないですし、うん、あるいは、まあ、ただダイエットしてるという場合は、はい、あんまりトレーニング前の糖質を取りすぎないで、うん、軽めに糖質を取って、あとプロテイン、はい、カフェインという形にした方がダイエットは進むかと思います、うん、まあ、バルクアップ中だったら、まあ、ちょっとトイレに行ってバナナ食べたりとかでもいいと思うんですけれども、うん、ダイエット中だったらコーヒーとプロテインバーがいいかなと思います、はい、ありがとうございます。さあ、でいよいよジムに行きます。ジムのなんか中での過ごし方とか、これだけは絶対やろうねみたいなものってありますか？ここはやっぱりダイエットということですので、最初に、はい、まあ、結構有酸素運動をやる方多いと思うんですけれども、ね、はい、まあ、ジムにどれぐらい時間いられるかにもよると思うんですけれども、はい、軽く有酸素運動をやってウォームアップ、うん、その後にウェイトトレーニング、はい、というようにするといいかと思います。少し前はですね、ウェイトトレーニングやった後に有酸素運動をやった方が減量にいいですよと言われていたんですけれども、はい、全体的な消費カロリーの流れで考えると、先に有酸素運動をやった方がいいということが分かってきてますので、まあ、有酸素運動を最初にやることでウォームアップ代わりにもなりますのでね、はい、軽く10分から15分ぐらいちょっとトレッドミルで歩いたりとか、はい、まあ、有酸素で体を温めてあからウェイトミルと、体力的に問題ない方は HIIT ヒートやってからちょっと休んでウェイトというんですけども、はい、まあ、ダイエット初日にそれやるともう疲れちゃって嫌になるかもしれませんので、はい、まあ、まずは軽く有酸素やって温めて、はい、その後ウェイト、はい、読みするといいかと思います。この後帰宅までの流れなんですけども、トレーニング終わった後の栄養補給っていう点で何かポイントはありますか？できれば終わってすぐグルタミン、はい、飲みたいですね、うん、まあ、筋肉の分解を抑える最強のアミノ酸ではあるんですけど、はい、まずグルタミンを飲んで、はい、その後ちょっとジムから家までにどれくらい時間かかるか、うん、夕食までの時間とかもあると思うんですけれども、はい、結構時間空いてしまうという場合は、はい、グルタミン飲んで15分ぐらいしてから1回プロテイン飲んでおく、うん、でその後夕食を、ジムが家に結構近くて、うん、グルタミン飲んですぐ夕食を食べられるんであれば、はい、プロテイン挟まなくても大丈夫です、うん、じゃあ家に着きました。まあ普通の人だとすぐにご飯になると思います。夕食の食べる内容とか食べ方でポイントはありますか？ここではですね、まあ、ウェイトトレーニングやった後だとそこそこ糖質をとっても脂肪にはならない、グリコーゲンの回復に使われると、はい、いうことになるんですけれども、まあ、これはもちろんトータルの摂取カロリーの問題でもあるんですが、はい、糖質ここでゼロにする必要は決してないです。まあ、日々のうちである程度糖質を取ってはいきますけれども、夕食の糖質をそんなに下げなくても、うん、トレーニング後だったら大丈夫ですので、はい、まあ、お腹が空かない程度、はい、まあ、むしろ筋肉の回復にいい程度のご飯一杯ぐらいの糖質を取っても全然悪いことはないですし、はい、ダイエットが進まないとかそういうこともありませんので、はい、軽く糖質を取る、はい、そしてもちろんタンパク質脂肪も取っておくということですね、はい、ここからともうじゃあ寝るまでの流れをもうそのまま一気にいきたいと思いますが、ここではもうやっぱ寝る前のプロテインは必須ですね、はい、うん、ただここではプロテインをできるだけですね長く効かせたい、はい、筋肉の分解、ダイエット中はどうしても筋肉の分解が更新してしまうんですけれども、はい、それを抑えたいということで血中アミノ酸濃度を高めておきたいということで、うん、寝る前のプロテインに油を5グラムぐらい混ぜていきます、まあ、ここではオリーブオイルとか、はい、あとシソ油、甘い油、エゴマ油、うん、そういった
体にいいと言われる油を 5g ぐらい入れることで、はい、ホエイプロテインの吸収にゆっくりにできて、就寝中のアミノ酸濃度を高められると、はい、いうことになりますので、まあ、寝る前にそのようなプロテインを飲んでいくということ、うん、良いかと思います。寝る前にやっぱりお風呂は入るのマストですかね。エプソムソルトなどをすることでリラックス、はい、そしてまあ睡眠もすぐ、まあ、すぐ眠れるようになる、はい、ということもありますので、エプソムソルト薬などはダイエット中おすすめです。実は今日お話しいただいた内容、結構過去の動画で上げているので、皆さんぜひ概要欄の方もご覧いただきつつ、今日の動画もう一回見直してダイエット初日に実際にスタート試してみてください。はい、今回はダイエット初日のスケジュールについて詳しく解説していきました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。